ラミラミをされているユミコさんにケアーズのパワースポットを聞いてみた。本当は教えたくないんですけれども、はい、一つはミラミラポールズ、こちらはすごくこう明るい楽園的なイメージ、すごくこう華やかなイメージ、特になんか女性的な女性性を感じるような滝です。なんかこういるだけでこうふわっと包み込んでいただけるような感じです。でもう一つ、もう一つはイランジャフォールズっていうところなんですけど、こちらは父性男性性を感じるような滝です。でこちらはこうミラミラフォールズと相反してちょっと神秘的な感じの場所で、立ち入る時には大きな声出したりとかキャキャ言ったりとか、こうそういう感じよりかはちょっとこう神社に入る気持ちで入っていっていただきたいです。面白い、ありがとうございます。